こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾン、販売したときに、手数料がいくら引かれるか、そのシミュレーションがあるんでね、そちらのご紹介です。エンシンコードを入れると、今売れてる金額で売れるといくら入るよというのが計算されて出てきます。例えばね、この18ドルで売れた場合は、手数料は6.38引かれて11.6に入ってきますと。で、例えばこれ、金額変更できますんでね、さっき18ってとこを10ドルに変えると、手取りはどう変わるのか。ね、見ての通り、6.38だったのが5.22と低くなって、で、4.78入りますというふうに表示されます。で、これ、ここをリンクするとね、このシミュレーターへのリンクになってますんで、ログインして使うか、ゲストとしてログインなしで使うか、どちらでも利用できます。そして、国を選択して、ね、AC コード入力してサーチ入れると、先ほどのね、この一番初めのこの画面に金額出てきますんで、こちらでチェックしてください。なお、個別サポートを受けている会員さんはね、私の方で、これでかいから手数料高いだろうなとか、考慮してチェックしてますけど、そうじゃない、個別サポートにね、してない会員さんは、自分でチェックする必要あるんで、大体やってればわかるんですけど、初めの方でね、気になるとか、あとはちょっと大きいからこれ高くないかチェックするという時にはね、こちらを使ってください。また、使い方わからないとかね、これどうでしょうかという相談もね、お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。